ここで大きな毛玉を取り除きます。今までハサミやバリカンを使うとびっくりして止まっていられなかったエビゾウですが、難なくクリアしました。シャワーへの反応がどう出るか読めないため、念のために最初は口輪をつけて進めていきます。口輪を外しても噛みつくなどの危険性が低いと判断した場合、口輪を外した状態でシャンプーしていきます。口輪の拘束が外れた瞬間、口が出る子もいるので、万が一に備え、初めは訓練士が進めていきます。少ないやん。まだボーダーとか多くない？